こんにちは、サックス講師の久保崎です。今日は、今使っているあのリードが自分に合っているかどうかというのを、確認する、方法についてご紹介します。まずは、これはあの初心者の方がですね、自分が使っているリードをあの見ていただくための、最初のステップからなんですけれども、と定番のものやですね、あの多くのプレイヤーに使われている初心者向けのリードを使っているのであれば、これは例えば、リコーのオレンジ色の箱や、バンドレンの緑色の、ジャバ、古い方のジャバやですね、バンドレンの、青箱、トラディショナルですね、これなどが定番なんですけれども、実際には今はあの非常にいろいろなカットが増えていてですね、初心者が使って問題がない吹きやすいリードというのは他にもいろいろな種類があるんですけれども、と、まあ、カットやモデルが何を使っているかというあの部分以上にですね、厚さが大切ですので、と吹いている時に、音が鳴らしやすいリードを使ってあのいればあの問題がないと思います。もう少し、慣れてきた、まだ初心者の方ですと、今あのリードを箱で買っている時にですね、10枚、例えばアルトサックスの場合ですと、10枚入りなので1箱にまあ10枚ぐらいのリードが入っているかと思うんですけれども、この中で、何枚ぐらいのリードがあの吹きやすく感じるかというのが、一つあの自分にリードが合っているかどうかというのを見ていける実はポイントになります。まず例えば10枚のリードを吹いて、楽器につけて吹いてみたときに、10枚全部音が出ないとか、非常に吹きにくい、あるいは 1,2 枚しか使えないというものは、これはもう厚さやカットが、自分に合っていないです。なので、なるべく早く使うリードのモデルやカットを変更した方がいいと思います。薄いものに変えていくということなんですけれども、で、次にですね、10枚のリードを、こうやって開けて吹いていただいたときに10枚全部が使えるという方、あるいは、1、2枚外れはあるかもしれないけれども、7、8枚は問題なく使えるという方、この方も実はカットが合っていないです。開封したばかりのリードがですね、10枚全部使えるということは基本的にありえなくてですね、それはその人にとってリードは実は薄すぎる状態なんですね。なので多少ばらつきがあっても全部のリードで音が出していけるっていうことになるんですけれども、何がまずいかというと、実はベストな厚さよりも薄いリードで吹き続けている状態になりますので、中上級のタンギング系のテクニックなどではある程度リードにしっかり腰があった方がやりやすいテクニックというのもたくさんあります。そういった部分で損をしてしまっているということと、あとはベストな厚さで吹いている状態より1枚1枚のリードの寿命が非常に短い状態で、使っていると思いますので、実はその何枚かですね、1箱の中で何枚かしか使えない人よりも1箱10枚全部で音を出していてもいい音が出せている時間が短いというようなことがよくあります。目安としては、半分ぐらいのリードがですね、ある程度使えるというような状態になっていれば、その自分が使っているリードのカットが合っているというふうに考えていいと思います。僕の場合には一箱のリードの印象がどんな形かというのを個人的な感想としてですね、メーカーモデル名も挙げながらご紹介していきます。僕はですね、今デュコフというメタルのマウスピースを使って吹いている時に、ラボズというメーカーのミディアムの硬さのリードを、今はメインで使っています。でこれは10枚入りのリードなんですけれども、開封して最初にの段階でですね、10枚を吹いた時に大体、もちろん箱によって違いなどもありますが、2、3枚程度のリードはですね、すぐに使っていけるというか、その初日から割と快適に吹ける印象なんですね。残りの中でやはり2、3枚ぐらいは
我慢してなら使えるというかですね、まあなんとか使える、こっちの 2,3 枚よりは吹きにくいけれども、まあ、吹けないわけではないというような印象になることが多いです。まあ、枚数としては4枚残ってますけれども、まあ、印象としてはやはり 2,3 枚ぐらいは吹きにくいなというふうに感じるものがあります。吹いた時の印象をですね、まあ、このようにショルダーになるべくメモしておくようにしてますので、この場合だと丸三角×みたいなふうにメモを入れておくんですけれども、こちらの最初に吹きにくいなというふうに感じたリードというのはですね、はっきり吹きにくいなというふうな印象が残ったリードというのは、後日吹いてみてもやはり吹きにくいなというふうに感じて、まあ、あまり育たない場合が多いです。ローテーションさせながら使っていった場合ですね、最初の頃に良かった2,3 枚というのはしばらく使ってくると、リードというのは買ったばかりの状態より使っていく過程で、まあ、薄くなっていきますので、だんだんちょっと薄くて使いにくいなという印象に変わってくることが多いんですね。その頃にですね、この真ん中 の最初の頃はちょっと我慢して使っていたリードの中でですね、少しもうちょっと薄いといいのになと思っていたものが、育ってきてですね、この辺のリードが吹きにくくなった頃にこの中で吹きやすいリードができていたりします。真ん中の方のリードが、ダメになってきた頃に、こちらのリードがですね、ヤスリを使ったりして調整をしていたりすることで、少し吹きやすい状態になっている場合もあるんですけれども、そうでない場合もありまして、真ん中のリードがだいたいダメになる頃になると、10枚のリードを見渡してもなかなか快適に吹けるリードが見つからないというような状態になります。そうすると、1箱のリードがまあだいたいダメになったかなということで、そろそろ新しいリードを開けなければなというふうに感じるようになります。この場合に薄めのリードを当てると、どんな様子かというと、これはですね、ウッドストーンというメーカーの、2半という厚さのリードを時々使うんですけれども、こちらのリードはアルトサックスで5枚入りのものなんですけれども、音色や吹き心地が良くてですね、性能もいいリードなんで時々使うんですが、そちらは5枚のうち4枚は、開封してすぐに使えるなという印象のことが多いです。5枚の中で4枚が使えるとしてもですね、1枚1枚の使える回数などを考えるとですね、リードの元々の値段もラボズより高いんですけれども、仮に今1枚の値段がラボズ用と同じだったとしても、やはりラボズよりこれは長く吹けていないし、燃費は悪いんではないのかなというふうに感じています。10枚5枚のうちに半分以上のリードが使えるということであれば、もう少し腰が強いリードに変えた方が1枚1枚が長持ちして演奏もしやすくなるという場合もありますので、ぜひ参考にしてみてください。これからもリードに関するいろいろな情報を動画を通じて発信していきますので、何か参考になりましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。